こんにちは、ピアニストの実川かおるです。詩曲喫茶、今回はですね、ガブリエル・フォーレの世界ですね。前回のワーグナーが、かなりコントラストの強いえぐみもあれば、それを強さに変えてしまうようなコーヒーだとすればですね、フォーレさんのは全部がバランスが取れてて、苦いのか酸っぱいのかも分かんないけど、なんか美味しいっていう、飲んだ後爽やかって感じのコーヒーのような気がするんですけども、フォーレっていう人はですね、ワーグナーと実は活躍した時代はちょうど重なってる人なんですね。で、周りにはワグネリアンになったフランスの作曲家がいっぱいいた時代なんです。フランクもそうですし、フランクの弟子のダンディだったり、ショーソンも熱烈なワグネリアンだったんですけれども、フォーレはそのワーグナーの影響からは少し距離を置いてですね、独自の世界を切り開いていた作曲家だと思うんですけども、切り開いていたというよりは、あまりフォーレのはもう誰かからの影響でもなく、誰かに影響を与えたとかってこともなくて、フォーレっていう人はですね、本当にフォーレ自身の中で語法が進化していったというか、それが誰かに受け継がれているという印象はあまりない、不思議な、でもとても魅力的な作曲家だと思います。忘れることができない作曲家で、僕は本当に昔からフォーレが大好きで、フォーレの曲だと最初に好きになったのが一番有名なレクイエムですけれども、あの最後のインパラディスムは、あれで最後お葬式送ってほしいなって思ってしまうような、死者を弔う音楽なのに最後がもう天国にてっていう、天国のところまで書かれているすごく清らかな音楽なんですけれども、それをきっかけにいっぱいフォーレを聴くようになりまして、その後は室内楽をいつも聴いてました。ピアノクインテット、ピアノ50奏の2番大好きですし、ピアノカルテットもですね、2曲あって、どっちもすごくいい曲で、本当晩年にピアノトリオもあるんですね、ピアノとバイオリンとチェロの二単調の曲ですけども、これも少しこうフォーレの音楽っていうのはいつもものすごく感情の起伏自体は激しいんですけれども、それを絶対に押し付けないというか、すごくジェントルマンで、でもハートは熱いっていう、ワーグナーが例えば自分の気持ちをもうフルに人前で演説して、他の人を動かして、自分の思い通りに人を動かしたいっていうふうに思う音楽だとしたら、フォーレは、あまりこう分かってくれなくてもいいんだって思いながら、自分の心の中で大切にいろんなことをしまっておくタイプの人だったのかなっていうふうに思います。で、少しいろいろ話が長くなっちゃいますね。フォーレは僕すごく実は好きで、つつましやかな人だったみたいでですね、初代のパリ音楽院の院長もしていた人ですけども、今日はフォーレの音楽から、商品集という、これまたですね、商品集というタイトルからしてかなり詩曲の匂いがプンプンしてるんですけれども、フォーレのピアノ曲はですね、ノクターンが13曲、船歌、バルカロールが13曲残されていて、これもですね、なかなか全部は弾かれることはなくてですね、そうだな、バルカロールの1番が弾かれてみたり、ノクターンの1番や4番、初期の比較的こう耳なじみのいい曲が有名なので、それがいわゆるフォーレのイメージとして定着しているところがあるんですけれども、実はフォーレはどん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 調性、いわゆる何々調っていうのから離れていって、玉虫色のように時々感じることがあるんですけど、いろんな調に移っていく方法をどんどん編み出していって、気がついたら宙を浮いて別な場所に行っているような不思議な転調の仕方を身につけました。で、これからお聴きいただく商品集の1曲目のカプリッチョって曲なんですけれども、ちょっとバッハのような清らかなところからですね始まって、でもそれがどんどんいろんな調を巡り歩いて、だいぶね浮遊感のある音楽なんですよね。何を描いてるのかはちょっと具体的に言葉で表せないんだけど、なんかこう気持ちいいっていう、いい言葉を思いついて今自分で言ったなと思うんですけど、フォーレの音楽はですね、なんかこう気持ちいいっ
ていう、でも実態がつかめないっていうのがこうフォーレの良さなんじゃないかなと思ってます。結構コンサートでたくさんのお客様の前で弾くときっていうのは、この間お聞きいただいたワーグナーの話ではないですけれども、やっぱりコントラストが強かったり、大きな会場でこう言葉を届かせるっていうことを意識する必要があるんですけれども、まあ、フォーレの音楽は本当に淡い色合いの中で渡り歩いていくような音楽なので、ちょっとそれが大きなホールだとお伝えしにくいんですね。まあ、そんなこともあってなかなか僕自身も演奏会弾いてないんですけれども、せっかくの機会なのでこういったラジオで聞いていただけるとこの良さが伝わるんじゃないかなと思います。それではフォーレのカプリッチョ変法調調をお聴きください。いかがでしたでしょうか。フォーレのカプリッチョ、カプリッチョってね、こう奇想曲っていう意味なんですけど、フォーレが書くとこんなにも流暢で清らかな音楽になるんだなっていう印象ですね。で、途中でハーモニーがどこに行くんだろうっていうような場所があったと思うんですけれども、もうあれが本当に中期から後期にかけてのフォーレの、まあ、特色で、フォーレのあともう一つ、ね、特徴としては晩年は耳が聞こえなくなってしまったっていう、で聞こえなくなったって言っても、音量は聞こえてるんですけども、高い、本当に高い音と本当に低い音のところが、音程が狂って聞こえるようになってしまって、まあ多分これ音楽やってる人だとかなり致命的なくらいですね、こう不快な現象なんですね。どの音を弾いてるのにそれが低く聞こえてしまうっていうと、もうそこの音は聞きたくなくなってしまうわけです。でフォーレは本当に高い音域と低い音域は使わずに曲を書くようになっていって、まあ、そのためにどんどんカラーが減っていくんですよね。もう晩年の方になっていけばなっていくほど、白から黒の中のグラデーションを使い分けるような、まあ、なんか水墨画のような印象の音楽にどんどんなっていって、ちょっと近づきがたくなってくる傾向もありまして、まあそんなこともあってね、なかなか晩年のフォーレは惹かれることが少ないんですけれども、でもここ秘曲喫茶ですので、今後晩年のフォーレも取り上げることがあるかも
しれません。今回はフォーレの詩曲をお聴きいただきました。詩曲喫茶、次回はですね、今度は何をチョイスしようか、楽しんでいただけるようにまた発掘してまいります。次回もお楽しみに。